M スサイズのブリーフの締め付けはねじってこそ意味がある、ねじってねじってねじってこそ意味がある、小さめ M スブリーフのねじり具合によってではあ、それがすごくなんかこう、なんていうのかな、活力になったりするかもしれない人それぞれなんだけれども、でもそのね、ねじり具合によってさらになんかね、あの、ねじり具合によってその、だからそう、いわゆる手、あ、そう、テーバックの話ね、テーバックの話なんだけど、ねじってからテーバックにすることで M スサイズのブリーフをね、それによってアナルがなんか刺激されちゃうね、アナルが刺激されるかどうかまだわからないね、まだわかんないってことはないね、だいたいわかっちゃってるも刺激しちゃってるんだから、っていうのをいうソングを歌ってるんだけれども、あ、皆さん一体どうでしょうか、皆さんどうでしょうか、これ皆さんねじってから吐くタイプですか、皆さんねじってから吐くタイプ、吐く方なのかどうかっては俺は分かんないですけど、俺は少なからずねじったりもするとき、自然とねじれてるときあるんだけど、自然とねじれてるというときはどういうときなのかというと、なかなか結局自分でなんか動いて、結局トイレ行ったときなんかでねじっちゃったとかしちゃって、結局自分でやっちゃってんじゃないかなって自動もたってしちゃってるんだけれども、そういったことなんだかな、でも結構いい年こいちゃって、でもなんかそのねじり具合の違うねじり具合を探してんだけど、その違うねじり具合がなかなか見つからなくて困ったりもしてんだけど、まあ実際には困ってないんだけど、なんかそういったねじり具合をなんか自然とね、なんかこう頭の中で片隅に、ね、新しいねじり方ないかなって思ってるんだけど、なんか結構ないんだけど、ないとか言いつつもなんか勝手に知らないで勝手にねじれちゃった、新しい、これ新しいわ、これ新しいねじり具合で勝手締め付けられて、これ新しい刺激なんてことはないな、刺激が大体同じものよ、はい、一緒で、はい、一緒ってことは最後終わりですよ。